こんにちは。こんにちは。4月22日金曜日、嘘でしょ、もう金曜日の時間です。夜中すごい雨だったよ。すごかったね。すごかったね。すごかったよね。そして嘘みたいにさ、すごくね、あの5時、6時から晴れたね朝の6時から の、ね、うん、あの雨からして、うん、朝絶対降ってると思ったら、うん、止んでたもんね、うん、ああ。止んでた、止んでた、そう、ね、すげー降ってたもんな、すげー音したもんな、降ってた。最近俺ね、うん、早朝ランニングしてるんですよ。初耳ですよ。すごい。え、何時に起きてんの？それが4時45分にタイマーをセットして、うん、でも絶対に一発じゃ起きれないの、うん、だから次は5時にセットしてるの、うんうん、で最終的に5時15分30分とあるんだけど、うん、でも最近はまあ、最初はねもう全然起きれなくて、止めて寝て止めて寝て止めて寝てって、もう5時半ぐらいに5回ぐらい鳴らしてやっと起きれたんだけど、最近はね起きてる。4時45分で一発で起きて。すげーじゃん。そう、いつからいつから？ね、もうつい最近です。もうで、あ、どんぐらいだろう、2、3週間ぐらい前経ってんだ、うん、もうやってる。全然その情報知らなかった。そうでね、気持ちいいのよ。雨降ってても、雨降ったらやらない。やらないですよ。そうだから、梅雨が楽だね。梅雨は全く何もやらない感じになるんだけど。でも最近雨多いよね。そうなの。だから毎週かほとんど降ってたでしょ。うん、降ってた。そうだからやらないよね。やれよ朝。自分の上になって。すごいね。いや本当でもね、やった方がいいよ。なんかね、体の調子良くなる。わあ、やっぱそうだよね。あとなんかマジで、うん、何分走ってる？やっぱ30分はやらないとダメなんだって。そのエネルギーが燃えてこない、ね、来ないから、うん、だからまあいいよ、4、50分ぐらい走ってんだけど。マジで？あ、ごめん、40分だね。いやでもすごい、いや20分とかじゃないんだ、15分とかじゃないんだ、うん、ただね、俺もう本当に走るの大嫌いなの、うん、だから、うん、で最初は本当に走ってたのよ、うん、もう辛いで、辛くてこれ絶対続かねえよと思って、うん、だからでもう終わった後足がパンパンで、うん、もう次の日とかなんかもう歩けなくなるぐらい満身創痍だったの。でこれじゃちょっと逆に体壊すわと思って、それからはもうゆるーくウォーキングとジョギングをミックスさせて、早歩きで歩いて、ちょっとただ走りたくなったなと思ったら走って、もうきついなと思ったらもうゆっくりまたウォーキングに戻ってっていうことをやったら逆に気持ちよくてさ。でしかもやっぱ音楽を聴くとね、うん、音楽聴きながらやってんの？いや最初ね聴かなかったんだけど、すごいね。もう聴かなかったらもうもう借りて、もう借りて、でも景色いいからなんとか持ってたんだけど、うん、音楽を聴くようになって、うん、すごいね、音楽って持つ体が勝手に動くの。しかも音楽によって変わるの、体が。わかる、もうなんかね、てん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 ってこういうなんかこういう感じのアップテンポだと足がてんてんって動くのよ、こう。わかるわかる。でなんかすごいなんかこうバラードになるともうなんか全然進まなくなるの、なんか。バラード聞く、そこ。いや、すごいね、音楽ってね。いやでもありがたいね。まあ、でも鬼滅のさ、エミル、なんかほら主題歌歌ってる人いるじゃん、なんだっけ名前。リサ。違う違う、それは遊郭編ですよ。エメスさんエメスさんと私思ってるけど、エメルじゃなかったね。まあ、いいや、エメルって書いて、多分エメちゃんね、エメちゃんね、エメさんがの、うん、ダララッタッタラッタッタって流れてくると、うん、すげえんだよ俺の体に想像より、どこに残ってたんだこのエネルギーっていう。いや動くのよ。で終わった瞬間意外とさ、うん、走るとさ、うん、距離ってさ、うん、あっという間じゃない？そのさ、この辺を一周しようと思ってさ、うん、一周してもさ、うん、意外と時間的にはすぐだったりしない？うん、いや、ね、でも最初はね、すぐ疲れて歩いてなんかダラダラ行ってたから長かったんだけど、うん、最近はね、そうやって音楽の力で強制的になんか走ってるから、どんどん、あ、ツイッターコメント来ましたね。ありがとうございます。早くて、だから今はね、どん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 長くしてますよ。いや、すごい。距離を長くしてますよ。ツイッター皆さん募集しております。もう来てくれましたけどね。来てくれました。ツイッターで、アズーリ FM のツイッターからですね、コメントいただくと、即採用です、そうですね、今は我々は即採用です、すぐ読みますんで、ぜひぜひ送ってください。
選ぶあれもないんだね。ないからもう、うん、全部採用します。あ、申し遅れました。甲賀忍でございます。道井良樹です。末永ゆりえです。本日も最後までよろしくお願いします。お願いいたしますね。よろしくお願いいたします。一発目ちょっとツイッター読んじゃいます。読んでみましょうか。先に読んじゃいましょう。はい。ケンケンさんからいただきました。久しぶりじゃないですか、ケンケンさん。ありがとうございます。あ、ケンケンさん、なんかあの、どうしたの？体ね、うん、壊されてね。あら、あ、だから、まあ、入院してたみたいだけど、だから返事なかったんだね、ケンケンさん。はい、そうでしたね。はい、じゃあちょっと読まさせていただきます。こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。ケンケンです。早速ですが、うん、今日からの新企画頑張ってください。病室から応援しております。ほら、やっぱりそうなんだ。大丈夫ですか？ケンケンさん、病は気からですからね。本当に。じゃあもうぜひこれ聞いてね。ね、はい、早く良くなることを本当心から願ってます。はい、そして。うん。たまみさんからこのタイミングでツイッターいただいてもう2通来てるってこと？そうですね。すごいね。ありがたいです。そうそう、ありがとうございます。3人揃うの久しぶりだもんね。あ、本当だね。おー、そう、ね、それ言われてみればそうだな。うだ、あと、あとあれじゃない、俺たちちょっとさ、うるさくなくなったから、うん、ツイッター出しやすいんじゃない？あ、それはあるかも ね。そんなの関係ある。ちゃんと聞く耳を持ってくれてるんだよ、ね、あ、そういうことね。 ありがとうございます。どうぞ。確かに、あ、もう知ってる。生朗読劇危険すぎる。言っていいの？いいんじゃないですか。うん、あ、もう別にいい発表してるんですか。なんで知ってるの？なんで知ってるの？なんで知ってんの？書いた？書いてない。書いてない、書いてない。あれ、これ書いたんじゃない？一応まだ発表してないって。いいんじゃない？いいんじゃない？でもいいんじゃない？いいんじゃない？別に。あの、それはいいんじゃない？まあまあ、あれなんで知ってるんだ？ね、あのたまちゃんから。たまちゃん。はい、たまみさんからいただきました。ありがとうございます。生朗読劇危険すぎる。リエさん逃げて。なんだと思ってんの？ともちゃん、なんで知ってんの？なんで知ってんだろう。俺言ったか？これね、実は今日からの新企画で、そう、生朗読劇をやるという。でも正確にはよ、新、あ、そっか、でも毎回やらないから、あ、でもまあ、でも企画としては新しいですよね。まあそうだね、いつ次はやるかわからない。たまちゃんすごいね。なんでだろう。よく知ってんの。いや、そうなんです。あのケンケンさんもそうです。たまみさんもそうですけども、あとコウジさんね。コウジさんもそうです。ちょっと自信なくなったんでお願いしていいですか。なんで自信なくなったの。なんで自信なくなったの。やろうと思ったんだけど自信なくなっちゃいました。読むだけじゃない。もうすぐで1年経つんだけど。早いな、1年が。しかもそっちの、それが最初だし。あ、まあ順番はね。まあまあ自由だったから。はい、でこちらでは番組応援の会、会員様募集中でございます。はい、ゆりえアップ。はい、なるもんですね。はい、鳥越アズーリ FM のこの番組が好きという方に朗報です。番組の番組応援の会に入会することで、スタッフルームからの見学やテレビ電話出演など、あなたも番組に参加することができます。詳しくはホームページからご覧ください。よろしくお願いします。詳しくはホームページからご覧くださいませ。はい、うん、そして最後ですね。じゃあこれいきましょう。はい、はい、あ、お願いします。はい、もうパスします。そしてコロナ対策についてです。演者スタッフの検温毎日行っております。換気50分に1回行っております。番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒しております。除菌機器を導入しています。トレールフレッシュですね。そして鳥小屋ズリーフ M のスタジオは窓があります。緊急車両のサイレンなんて言ったよ。サイレン悪くないですよ、悪くないですよ、うん、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があると思いますがご理解ください。よろしくお願いします。そのサイレンのイントネーションだけじゃなく、うん、キュッて読んだよね。サレン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 、ちょっとみ、ね、あの尺短めに読んでみた。そしてね、この番組はね、うん、もうスポンサー様のお力で成り立ってますんでね、本当にもうどん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 、募集したいと思いますので、常にスポンサー募集でございますので、はい、ぜひぜひ応援してください。よろしくお願いします、はい、それではじゃあ提供の、こちらご紹介します。どうぞどうぞ。この番組は彩り豊かな生活をエヴァンタイユ、人生に香りをフェアリーテイル、不器用すぎる友情オジドルヤクザ、梨畑より心を込めて遠山園、並びに及川さんの提供でお送りいたします。はい、ということでね、ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、どうした？もやしが高くなったって話か。
もやしが高くなったのか、ついに。ついによ、うん、ついにあのもやしが今高いのよ、うん、もやしってさ栄養全くないんだよね、知ってた？もやしってもやしじゃないの？もやし、もやし、今なんて言ってる俺？もやし、もやし、本当は何？もやし、もやし、ちょっとずっと言ってたらちょっともやし、もやし、合ってるよね、合ってる合ってる、もやし、もやしって言ってた、もやしって何？もやし、もやし、嘘でしょ？何って思う？すごい気になっちゃった、そうそう、もやし、そうそう、もやし、もやし、もやし、合ってる、もやしって言ってたの、ちょっと気になっちゃった、なんかちょっともうそれ、差がわかんねえよ、方言かなって思って、高くなってきてんだって、それもあれなんか、あの今のこの情勢で関係あんの？あのやっぱりでもね、え、あのそうそう、だからすごいあの一定温度にしなきゃ、一定温度と一定湿度にしなきゃいけないから、うん、常にボイラー焚きっぱなしなんだって、うん、だからその重油代がすげえかかってて、その重油が上がってきてるから、うん、やべえやべえって、あと、うん、豆から出てるじゃんもやしって、うん、その豆が、うん、あの中国から来てる、も中国から輸入するのが多いんだって、うん、中国から輸入して、うん、その豆を撒いてもやしを作るんだけど、うん、この豆が、うん、もう中国の人たちが作ろうって人たちが少なくなってきて、そう今ね中国の人たち、うん、あのなんだっけ、う違うの、違うのを作ろうとしちゃって、いや違う違う違う、あの以前にすごく割のいいバイトが今中国で流行ってんの、流行ってて、みんなそれをやっちゃってて、つまりその工場だとかそういった今までの働き手がどんどんいなくなっちゃってんの。なんだっけな。何やって、みんなそっちに行って大丈夫なの？いやだから、いやいや問題になってんだから、やべえっつって。おお、そう。なんだっけな。ウニは安くなってんの日本で。ウニ。そう。え、ウニ今入ってきてる？ウニはね、あの前よりかは入ってきてる量は少し減ってんの当然、うんうん。だけど安くなってんの。あ、そうなんだ。なぜなら今中国でロックダウンじゃん都市が、うんうんうん。中国の消費量が落ちてるから、日本でちょっと安く手に入る。状況とさ、まあ日本ってでも何のかんの言って優しいよね、優しいよ、ね、特にさ、もうロックダウンとかでも分かるじゃん、うん、今までいろんなところでロックダウンやってたじゃん、うん、あ、ツイッターに来たんですね、コメントありがとうございます、あ、ありがとうございます、なんかあの日本もロックダウンなったけどロックダウンじゃないもんね、ね、ではないし、うん、なんかあの海外とかさ、うん、出たらさ、うん、てめえこの野郎お前みたいな感じで、うん、警官が殴ったりするのよ、やだよね、信じらんないじゃん、ね、でも日本はさ、あ、ちょっと本当ね、のののの、ちょっとお一人よみたいな、なんか優しい、なんかね、なんか日本人っていいよね、優しい、ツイッター来ましたか、どうぞツイッター、はい、はい、あの謎が判明しました、謎が判明した、はい、はい、たまみさんからいただきました、ありがとうございます、いえ、鳥越アズーリー FM さんのツイートで新企画について書いてあったから渡る返信したんです、渡るやめなさい、そこだったか、敵は身内にあり、そこだったか、己光秀、いやー、しかもちょっとその受ける、原文読んでみますね、うんうん、ただいま嘘でしょもう金曜日放送開始しました、本日は3人が初めての試みで生朗読劇を行いますありがとうございます、その通りです、その通りですよ、その通りです、いいけどさ、ちょっとさ、いい、番組内でさ言いたかったのよ、いいよ新コーナーやりますってさ、でもよかったじゃん、よかったじゃん、たまみさんがこうやってくんなかったら、ね、知ってるのに、うん、それを知らないでうちらは今発表みたいなって、それ恥ずかしい、それが一番恥ずかしいんだから、確かそうだよな、ありがとうございます、ありがとうございます、玉井さん、ありがとうございます、渡るそういうとこなんで、いや、ね、いや、しれーっとね、うん、あの自分のなんか、あ、まずいってことは、うん、何事もなかったこのような顔するのがね天才的にうまいえ、じゃあさ、今渡るくんさ、あれですか、その今うちのなんで知ってんだろうってさっき言ってた時にちょっとドキドキしてたってこと、多分ピンポーンじゃないんだよなるほどね、なるほどね、まあまあいい、いやいやいや、あ、なんかね、あのリスナーがね、うん、言ってた、うん、どうしました、みちーちゃんのね、うん、あのそのちょいちょい言ってくるうんちくがね、うん、すごくなんか勉強になるらしくて、あ、接客業あのしてる人なんだけど、うん、お客さんに、うん、そのトークとかでね、うん、知ってましたとか言って、うん、実はこうこうこれってこういうことなんですよつって、なんか実際使ってるらしいよ、何使ったって言ってたっけな、なんかあのね、そんなお客さんに対して使えそうなのあったかな、ちょいちょいなんかみちーちゃんあるじゃん、あのどんなのあったかな、
なんかパトカーが白と黒のね、あんたそれ好きよね。クリスマス、クリスマスイブの、ああスタート、ね、日没からってことね。あと、あとあのイブっていうのはイブニン、イブニング、クリスマスのイブニングっていう意味だったんだとか、なんかそういうなんか今までみんながさらっと流してたことを改めて言われると、そうなんだっていうこと結構ちょいちょい言ってんのよ。うちで飼ってるカメ、草ガメの可能性、石ガメどっち、草ガメ石ガメどっち、全然どうでもいい。本当にあ、ほら見ろお前ペリってもう、いやいやごめんごめん。あ、そうなんです、我々ね、この映画に出ている3人なんです。はい、急に来たね、うん、はい、それがですね、なんとですね、ええ、何ですか、池袋ヒューマックスさん、うん、3月いっぱいで終わるかと思いきや、やだー、4月も最後の日曜日だけやっていただけるみたいということと、うん、なんと5月も土曜日やっていただけるんですって。うん、池袋で、池袋ヒューマックスさん、ありがとうございます。すごいよね、なんでこんなにも応援してくださるんだろう、池袋ヒューマックスさん。本当ですよ、ね、他のヒューマックスさんは、あ、でも横須賀、横須賀もそう、横須賀ヒューマックスさんもやってくれたんですか。あと、あの成田、あ、成田のヒューマックスさんも、あれ渋谷は、いやそういうことをね、いろいろありますからね、いろいろあるんですね。いやでもどうでしょう、またこのみんなでさ、あのなんていうの、登壇とかさ、やりたいね。そうね、舞台挨拶って言うんですか、正しくは、うん、なんて言うんですか、道井ちゃん舞台挨拶するとさ、うん、なんかあれだよね、らしくないよね。本当ですか。あ、もうなんかこうらしくないっていうのがまたこれあれだよな。そっか、うんうん、あれさ、よくちょっと今思い出した、らしくないってさ、うん、あれ何なんだろうね。何だろうね。なんかさ、え、じゃああなたは私の何を知ってるのって言いたくなんない。まあね、道井ちゃんらしくないなって言ったらさ、じゃあらしさって何よ、私のらしさ何よ、お前のらしさって、お前はなんかもうさ、顔のでかさだとかさ、やっぱの 音のうるささとかさ、すごいサービス精神が過剰になんかこう無駄に働いてしまうっていうさ、ちょっとそういうところだよっていうさ、あとなんかまあね、うんちくとかもさ、まあいろいろ知っててさっていうふうなところなんだけど、それ聞いてどう思う。何この話、何どう思うって。いや、なんかさ、そうなのかと思って、なんか何々らしくないとかさ、何々ならできるよとかさ、なんかこう、あれって、やっぱだから自分でも自分で思うところがあるじゃない。いやいやいや、あなたは本当の俺を知らないとかね、実はあなたがそう思ってるような人間じゃないんですよみたいなさ、いろいろ思うところはあるじゃない。だけどそうなのよ、世の中ってそういう自分の思いはどうでもいいの。うん、そうそう、もう旗からどう、ツイッターとかありがとうございます、もう即対応、旗からどう見られてるかが全てなんだよね、特に我々はね。そうだから今俺がみちちゃんらしくないって言ったのは、それはもうしょうがないんだよ、旗からそう思われてるから。みちちゃんが本当は高岡さんがそう思ってるってことは、そう、それをやってた方がいい、やっぱりね。いや別にやるかどうかわからんけども、あのそこは甘んじて受けた方がいい。まあまあそういうことね。そういう意見なんですねってことでね。俺顔でかかったか。うん。俺もね、そういうに俺もそこ引っかかってるよな。俺でっかくないでしょ、そんなに。あんまり見たことないからわかんないけど。どういうことや。本当。ちょっと待って、どういう、今のはどういうことや。あまり見たことないってどういうことよ。え、いつ今目合ってるよ、ね。今目合ってる。どういうことよ。合ってる、やほ。いつもどこ見て喋ってたのや。なんか俺突き抜けてんの、いつも。違う、あんまりなんか人のそういうなんか興味ない。違う、なんだろう、気になってない。もう俺の存在がもう本当にもうどうでもいいという。そうじゃない。でも顔の大きさぐらいはね、分かっててほしいですよね。まあそうですね、まあそんな感じでね、まあ結構いい時間になってきましたのでね。ツイッター読んでください。ツイッターちょっと読んでください、たまみさんからまたいただきました。ありがとうございます、たまちゃん、ありがとう、何回も。なんてだってケンケンさん、お大事にっていう、はい、そうですね、直接ツイッターしてやってくれよ。ケンケンさん繋がってんのかな。繋がってないんじゃない。あ、でもね、ありがとう。あ、いいですよ。だから皆さんのお便りをここで返してもらって構わないので、そうだね。どんどん読んでいきますので、我々に対するコメントじゃなくてもいいです。そうだね。なんならさ、あの全然帰ってない実家にさ向けてさ、そういうのでいいです、ね。送ってくれたらうちらがその実家に向けて、あの一回間接的に言いますので。で、もし大丈夫であれば、あの電話番号
教えてくだされば実家に電話してそれ読み上げたりもしますんで、あ逆にね、うんうん、あの気軽に使ってください、はい、我々公表はしませんのでね、うん、もちろんね、はい、はい、じゃあね早速ですよ、渡るがですね、情報流してくださいました、新企画、どんな新企画なんですか、なんと、ラジオドラマでございますね、しかも、ですね、これシナリオをですね、募集して、とあるですね、松本さんというですね、お世話になっている脚本の先生がいらっしゃいましてですね、その方が教室を学校をやってまして、学校というか、まあ、先生をやってるんですよ、ライターみたいな、ね、はい、そこで募集したら、そこのもうね結構な数がね、もうね集まりまして、ありがとうございます、その中で、来ましたですね、なうちの一つが採用されまして、溜めたね、はい、それを今日読みたいと思いますけれども、あのたくさんのねご応募いただいて、うん、ありがとうございました、ありがとうございます本当にね、というわけでじゃあ一旦その前に、CM でございます、こちらですね遠山園さんの CM をどうぞご覧ください。皆さん、梨は好きですか？梨といえば千葉、その千葉の中でも生産量のトップクラスを誇るのは市川市、その市川に遠山園はあります。こだわり抜いたこの梨たち、そして地域の人々とつながりを持ったこの遠山園、梨の時期にはぜひ市川市に、そしてこの遠山園にいらしてください。おいしい梨、梨といえば遠山園、ぜひぜひ皆さんもぎたての梨を味わってみてください。全然違いますから、一度食べたらやみつきになりますよ。梨畑より心を込めて遠山園、はい。ちょっと待ってください。ほういいですね、役に入って道良しき、今日は本気でございますね、素晴らしい、そういうところいいと思う、さあちょっと、うん、見ればわかる、さあそれではですね、いつもね、いつもあのまあふざけてばかりの我々でございますけれどもね、しかし、銚子電鉄さんも言っておりました、我々は真剣にふざけてるんです。しかし今日はですね、我々3人俳優でございますので、本気でですね、本当の俳優魂見せてやろうと思います。それなのでどうぞ我々の生き様ご覧いただきたいと思います。さあそれでは始めたいと思います、ラジオドラマどうぞ。今日のような春の穏やかな日だった。俺の目に飛び込んできたエミリのあどけなくも朗らかな満面の笑みは、満開の桜の花のように華やかだった。高校を卒業したばかりの美濃エミリが、俺ミステリー作家上野仁のアシスタントという名の雑用係として出版社に採用され、うちに来てからもう15年の月日が流れた。はい、失礼します。昼食お持ちしました。エミリーは手早く部屋の中央のテーブルにランチの準備をする。俺は軽く伸びをした後テーブルの方に移動する。ありがとう、いただきます。俺は何気なくエミリーを見る。はい、どうぞ召し上がってください。エミリーの花が咲いたような弾ける笑顔に思わず赤面し固まってしまった。では失礼します。彼女の声にハッとした。ああ。俺はドアが閉まるのを見守った。入りまーす。いやもう入ってます。返事を待たずにウグイスダニユージが入ってくる。ウグイスダニは俺の担当編集でもう8年の付き合いになる。最初は純真無垢な青年といった印象でやっていけるのかと心配になったが、本性は真逆だったようで、なんだかんだ今は彼の手のひらで転がされているのが尺に触る。先生、
お化けでも見ましたか？赤面して呆然としている俺を見て、ウグイス谷は言った。その後、俺は昼食を済ませ、一息つくと、傍らで原稿に目を通していたウグイス谷に話しかけた。なあ、ウグイス谷君。彼は原稿から目を離さず答える。なんです？ちょっと邪魔しないでください。エミリー、綺麗じゃないか。ん？あ、はい、美人さんですよ。え？何を今さら？いや、そういうことじゃなくて、なんというか、キラキラしてるというか、こう、パーッと花開いたような。まあそうでしょうね。あ、ほら、最近いい感じの男性がいるみたいですからね。何？本当か？ドイツだ。彼は思い出すように天井を見る。ほら、カメラマンですよ。前に雑誌の対談あったじゃないですか、こちらで。あの時に親しくなったみたいですけどね。知らんぞ、俺は聞いてない。いや、だからいちいち先生に報告するわけないじゃないですか。結婚するならまだしも。結婚？いやさあ、そこまでは。ほら、僕も二人が一緒にいるとこを何度か見かけただけですから。俺はそっけないウグイスダニの態度に腹立たしさを覚えた。いつの間にエミリーの好意の視線は今まで俺に向けられていたはず。その日の夕方、俺とウグイスダニは次回作の打ち合わせをしていた。エミリーは横でメモを取っている。では次回作はその線ということで。俺がうなずくと、ウグイスダニは書類を片付け始める。俺は伸びをしながらエミリーを見る。エミリー、今日はもうこれで。その瞬間、彼女が腕時計を見て微笑んでいる姿が視界に入り、俺は反射的に態度を変えた。いや、まず資料が必要だ。あの、先ほどの毒物のですか？そうだ、トリックの構想に使う。次回作の肝になるほど重要だ。いつまでに必要でしょうか？すぐだ。明日の朝までに揃わないと間に合わない。明日の朝。彼女は少し考え、ため息を漏らす。わかりました、すぐに取り掛かります。では失礼します。明らかに落胆した様子で、彼女はお辞儀をして今を出た。その様子を見ていたウグイスダニは冷ややかに俺を一瞥する。満足ですか？何がだ今更惜しくなったんですか？だから何の話かと聞いている。彼女とは15年こうやってやってきた。そうですね。いや、僕も先生と8年になりますけど、以前は確かにエミリーさんは先生のこと好きでしたよねまあそこにあぐらをかいていて、見事にトンビに油揚げをさらわれたわけですがね、え先生。俺が無然としていると、ウグイスダニは呆れたようにため息をつく。先生、北風と太陽って話ご存知です？あれ逆効果ですね。ウグイスダニ君、君は若いが、今まで会ったどの編集よりも優秀で、この先もずっと担当してほしいと思っているが、人間性にはどうも疑念を覚えるよそれはお褒めいただき、どうも。でどうするんです？ニヤニヤ挑発するような表情のウグイスダニに、俺はムキになって答えた。大人の余裕を見せてやる。3ヶ月後、ハークパイアット東京39階ホール、東京文芸社創立120周年記念パーティー。俺はドレスアップしたエミリーとウグイスダニを連れて会場に入った。どうだ、エミリー。なんだか興奮しちゃって、もう豪華すぎてめまいがしそうです。でも、先生いつもこういう席は煩わしいってお断りされてるのに、珍しいですね。たまにはいいじゃないか。せっかくだから、今日ぐらいは飲んで楽しみなさい。エミリーが大ファンのあの作家も来てるんじゃないか？おかちまち先生ですか？ああ、確かにいらしてますね。呼んできますね。あ、他にも上野先生にご挨拶したいとおっしゃっていた先生方、お連れします。
そう言うとウグイス谷は次々と人を連れてきては俺と挨拶させた。俺も作家歴はそこそこあって憧れられてたりもするので、ウグイス谷が連れてきた人たちは俺と挨拶できたことを喜んでいた。俺は視界の端で彼女が尊敬の眼差しで俺を見ていることを確認し、余裕の笑顔で対応した。しばらくした後、ウグイス谷が俺の背後から近づき、耳元で囁いた。かなり無理されてますね、コミショなのに。だいぶ面白い顔になってますよ。いやでも、これが先生のおっしゃっていた大人の余裕なんですね。社会的ステータスを見せつける。確かにこれは雑誌のお抱えカメラマンには太刀打ちできませんからね。俺はウグイス谷の嫌味にムッとして反論しようとしたが、彼は別の方向を見ていた。先生、エミリーさん、具合悪そうです。彼女は壁際に移動していた。ぐったりして壁に寄りかかっている。俺たちは駆け寄った。エミリー、体調悪いのか？すいません、ちょっと具合が。すぐに帰るのも辛いでしょうから。あ、52階にバーがある。落ち着いた雰囲気ですし、そこで様子見たらどうです？ああ、そうしよう。エミリー、俺が付き添うから安心して休むといい。すいません。俺は彼女を支えつつ上行きのエレベーターに乗り込む。すれ違いざま、ウグイス谷が俺の上着のポケットに手を入れ、ささやく。これは先生のお部屋の鍵です。今日は宿泊されるとお聞きしましたので。君はなんて優秀なんだ。エレベーターのドアがゆっくり閉まり、敬礼をしたウグイス谷が徐々に見えなくなる。52階のバー、ノンプラグド。カウンターに並んで座っている俺とエミリー。どう？少しは楽になった？はい、だいぶ。無理に飲ませて悪かったな。彼女はもらったおしぼりを顔に当て、気持ちよさそうに目を閉じる。あー、冷たくて気持ちいい。お互い無言のまま時間が流れる。高校出てすぐだからもう15年か。早かったな。なんだよ急に。走馬灯的なやつか。憧れの先生の近くで過ごすことできて、私本当に嬉しくて、先生の役に立てることが本当に幸せで。俺だってエミリーが今まで支えてくれたからここまでやってくれた。無理ばっかり言って申し訳なかった。感謝している。いいえ、私はとっても貴重な経験を先生にさせていただきました。私の方こそ本当に感謝の気持ちでいっぱいです。思わぬチャンスに俺の鼓動は早くなった。俺は落ち着くたびに咳払いをした。大丈夫ですか？お互いの感謝の気持ちを確認したところで、これからも俺を公私ともに支えて。彼はね、私より7つも下なんです。お金もないし、半分見習いだから時間もなくて。カメラマンなんだってね。彼女はうなずき微笑んだ。でもね、彼私に寄り添ってくれるんです。辛い時一緒に泣いてくれるんですよ。ね、泣くんですよ、私以上に。俺はエミリの彼を思う愛おしそうな顔から目が離せなかった。今日も彼、取材で会場にいました。みんなが華やかな服装で
食べたり飲んだり楽しんでる中で一生懸命頑張ってました。エミリの頬に涙が一筋流れた。私も彼に寄り添いたい、一緒に大変な思いを分かち合いたいって思いました。だから先生の眩しい姿、最後にどうしても目に焼き付けたかった。彼女はにわかに姿勢を正すもフラフラしていた。先生、私結婚します。今まで本当にお世話になりました。目の焦点は合っていなかったが、その時のエミリの笑顔は出会った時と同じく満開の桜のようで、やはり釘付けになってしまった。彼女は深く頭を下げたものの、そのまま倒れ込む。俺は体を支えながらスマホを取り出す。ああ、俺だ。会場に奴いるだろう。連れてきてくれ。そうだ、部屋番号はわかるだろう。エミリーをこれから連れていくから解放してやってほしいと伝えてくれ。ああ、わかってるよ。じゃあよろしく。俺は電話を切り、少しの間エミリーを見つめた。それから半年。やっぱりここでしたか。ああ、すいません。僕、いつものロックで。ウグイス谷は運ばれたグラスを口に運ぶと小さく息を吐いた。綺麗でしたね、エミリさんの花嫁姿。ああ、そうだな。いや、でも先生、なんでエミリさんを彼に譲るようなことを。いや、先生の知力と財力を駆使すれば、あんな20代の若者なんて簡単に蹴落とせるでしょうに。俺は深くため息をついた。寄り添ってない俺じゃダメなんだよ。ん？何のことです。つまり彼女を愛した二人のうちどちらかが悲しみを背負わなくてはならないことになる。若い子に悲しみは痛々しいだろう。大人は違う。余裕があるからこそ悲しみが似合うんだ。大人ならではだ。まさに大人の特権だよ。なんかめんどくさいこと言い出した。失恋を正当化するのは作家の性なんです。いや、まあいいです。精神的に辛いことがあった方が作品に深みが出ますから。そう言って嬉しそうにグラスの酒を一気に飲み干すウグイス谷。50過ぎての失恋だからかなりダメージ受けてますよね。もともと軽い恋愛をするタイプではないし、久しぶりですし。おかわりも一気に飲み干すウグイス谷。人を殺すことばっかり考えてるから。先生、最近人物の描き方雑だったんですよね。だから僕的には失恋してくれて大成功なんです。焚きつけた甲斐がありました。やっぱり痛みの経験がないと表現が薄い。俺は唖然として声が出ない。これで先生の作品が今まで以上に重厚になること間違いないです。先生の作品、ステージがまた上がります。編集としては嬉しい限りです。おめでとうございます。超絶になってご機嫌に俺と両手で握手するウグイス谷。俺は編集者としての君を非常に評価し、とても心強く感じているが、こと人間性についてはやっぱり計り知れない疑念を覚えるよ。いや、むしろ恐怖だ。笑顔で花を散らした冷たい春の嵐に、俺は
深いため息をついた。はい、はい、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。どうでしたでしょうかね。本当に今読んでたんですよ。そりゃそうでしょうね。ラジオドラマですからね。いやいや、ほらほら、もしかしたら撮ったのかなと思われるかもしれないと思ってさ。あ、でもあれ、俺全然画面見てなかったんだけど、言うの忘れてたのよ。ワイプなかったんだよね。俺言うのワイプ入れてんだよね。そう、入ってないの。あ、なるほどね。そう、確かに。やっぱワイプちょっとあった方がいいかもね。出さないと読んでないかもしれないという。そうそう、ワイプあれ出てない。いやー、そう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 。そうか、今日さっきちゃんと言っとけよかったと思って。これでもいくら俺らが言ってもね、うん、いや、ほんと録音じゃないからね。うん、まあそうなんだけどね、うん、マイクちょっと話します。あー、すいません、うるさいですか。いつもの道になってきてね。さあ、まあでもね、ツイッターにこれありがとうございます。皆さんね、ちょっと今のご感想をね、ぜひ聞かせていただきたいと思いますけども、初めて、あれじゃない、我々が役者であるが、なんか、いや、このそろそろ1年目にして、やっと役者であることを使った気がしましたよ。確かに、ね、確かに俺もなんか初めて本気でやった気がする。そんな今聞いていただいたリスナーの方から、はい、いただきました、はい、ありがとうございます、はい、たまみさんからいただきました、ありがとうございま す,、はい、います。え、みちぃさんってこんなに演技うまいの。番組内のキャラクターとのギャップがすごい。3人とも声優さん顔負け、この場合は声負けの演技なんですけど、朗読劇、皆さんがいろんなキャラを演じる声がこれからも聞きたいです。あと甲賀さんとゆりえさんの演技で私がときめく、あら嬉しいです。いや、ありがとうございます、ね、いや、じゃあ今度はね、玉美さんもさ、こんなコメントするの初めてじゃない。あ、CM 行きますか。そうですね、じゃあちょっとここで一回 CM 行きましょう。はい、エヴァン、ちょっとフェアリーデールさんですね。どうぞ。さまざまなキャラクターの香り、あなたは想像したことありますか。フェアリーテイルでは老若男女みんなが知っているいろいろなキャラクターのイメージに合った香りを提供しております。そして何よりもそのボトル、香りだけではなく見た目でも楽しめるこのボトルをぜひ手に取ってみてください。フェアリーテイル、あなたの人生に香りを振りかけると、きっとその生活はさらにさらに楽しいものになっていくはずです。これあれだね、何、いいね、みちぃちゃん。これね、みちぃちゃんがね、CM 動画作ってくれてるんですけどね、なんかいいですね。あ、ありがとうございます。思ったよりさ、時間、じゃあ、キス、あれ、あのね、練習の時より相当長くなってたと思うんですよ。これちょっと、あれか、また俺ね、皆さん、実は僕ね、うん、劇場での私のニックネーム、うん、僕、行ったことありますとかね。何ですか。私、尺泥棒と言われておりまして、ね、いや、泥棒かもね、確かにね。はい、それ最低だよね。でもう一つあるんですね、あと袖お化けとも言われております、ね、ずっと僕出番以外でも袖にいるんですよ。袖にいるんだ。なんかちょっと学園に入ると気持ちがね落ち着かなくて、ずっと俺俺の出番じゃない時に袖でずっとこうやってブツ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 セリフ言ってるんですよね。だから出てくるステージに立ってて帰ってくる役者がうわっつって。いやー、ウケるわ。いや、でも3分ぐらい長かった気がするな。俺ね、測ってないけど。俺そうなのよ。俺ね、いくらなんかよくいるじゃない、役者さんでさ、間を怖がる方っていらっしゃるじゃない。ドン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 っていっちゃうね。うん、俺間いくらでも出せんの。演出家から怒られない限りもう本当ね。いや、だから倍間を使ってたよね。そう、だからもう、ね、今で40分ぐらいかなの予想だったの。今もう45分だからね。でも どうだった、その効果的に使われてませんでしたか。なんかどうですか。そうなんだけど、まあ、ちょっとだからあれですよ、
CM 行きましょうか。そうですね。それではですね、エヴァンテイユさんでございます。CM どうぞ。古き良き城下町川越には皆様をおもてなしする旅籠小江戸屋がございます。さらにはホットサンドやカフェを楽しめるキッチンカーラフォア川越、鎌倉にはオープンテラスカフェのカフェエヴァンタイユ、皆様の生活に彩りをエヴァンタイユ。いいですね。あんた結構ナレーションいいね。あ、本当ですか。おーおー、あとなんかその髪型いいじゃない。これ皆さん気づきました、あのね、もう覚えちゃ忘れちゃったかな、あのシルエット、男性のシルエットが朗読中に出てきたの覚えてます、うんうんうん、あれと同じ髪型してますよ。そっちに合わせましたよ、ね、うん、画面に合わせましたよ。素晴らしいね。僕ね、髪の毛がね、うん、薄いんでしょ。そう、バカ、そうなんだけど。かあのね、うん、思ったより柔らかいのね、うん、見てて分かる。で、うん、この整髪料一切つけてないのに、うん、結構好きなに変えられんの。それ柔らかいんじゃなくてさ、癖っ気だからじゃないの。でこうやると、ある程度こうなるし、面白い、自在じゃないか。そうなの、自在なので、こうやってこうやってこうやったりすると、もうそのまま普通にこうなるし、わ、面白い面白い面白い。ワックスいらないの。いらないの。これ整髪料一個も使ってないんだよ。サリーちゃんのパパみたいな頭できる。あのね、なんか一番面白い、道井市場一番面白い髪型やってみてよ、ちょっと。こういう感じってことでしょ、なんか。あ、おー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 、それもある程度、ほらほら、なんか。あ、でもある程度ね。そうそう、ある程度形いくのよ。ちょっとここら辺蒸しっていい、じゃん。バカ野郎。先ほどケンケンさんからいただいたお手紙です。はい、いつの間に、はい、ありがとうございます。鼠径ヘルニアの後は糖尿病になってしまいました。情けないという、いやいやいや、でもね、糖尿もしょうがないですからね、うん、じっくり直していくの。いや本当に、いや、ぜひぜひ、うん、元気な姿でまたスタジオ見学来てください。お待ちしてますからね。ね、お待ちしてます。はい、それではですね、最後の CM いきましょうか。こちらでございます。どうぞどうぞ。最近ワクワクしたことはありますか？最近ドキドキしたことはありますか？最近非日常を楽しんでおりますか？ここハピソンではそんな非日常を存分に楽しめます。見てください、我々はユンボまで操縦しちゃいましたよ。広い空、澄んだ空気、おいしい湧き水、山、川、この大自然の中で本当に楽しいひとときを過ごしましょう。及川さん、及川さん、及川さん。はい。ありがとうございます。3回もね、変更していただきました。こうやって見るとやっぱ大自然の中にいるさ、甲賀さんさ、少年のような顔してるね。楽しそうだ ね、 いいね。いつぞよね、みんなでちょっとね、ご挨拶行った時のね、映像でございましたね。そうだ、動画をね、編集してまた動画流せたらなと思っております。まあそれも動画で思いますけどもね。ありゃりゃりゃ、動画だけにね。はい、お手紙いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。コウジさんからいただきました。コウジさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオドラマいいですね。そう、本当、いつもの甲賀さん、道井さんのイメージと違うキャラが引き立ていました。末永さんの出番が少ないのが残念です。うん、じゃあ次は濡れ場をしますかね。ゆるちゃん、先手どうぞ。あ、はい、あ、本日の、本日の、レインボータウン FM という19時からですね、19時から8時まで生放送のレインボータウン FM 岡村陽一のシネマスクエアという番組で、岡村さんが普段あのパーソナリティをされているんですけれども、あのなんと代打で私一人パーソナリティをやるという、ね、でタイムキープもしながらこう全部ね生放送回すという、非常に今から緊張なんですが、あのぜひリスラジというアプリからも見られますし、レインボータウン FM の公式ホームページからリアルタイムで映像付きで見られますので、ぜひ皆さんご視聴よろしくお願いします。私も来週あの公演やっております、新宿で。あの来週ちょっと来られないかなと思いますが、ね、どうぞよろしくお願いいたします。来週公演です、新宿で。今俺らに言ったの今。初めて俺らに言ったね、来てって。来られないのでよろしくお願いします。あ、そういうことね。びっくりした。来週の日には来られないので。勧誘されたもん。最後ツイッター届きました。はい、はい、
え、たまみさんからいただきました。ありがとうございます。それは大変、早く血糖が安定して退院できますやっぱりね、このシステムね。そうかそうか、いいじゃない、いいじゃない。直接は送らないんですね、もうね、あくまでね。だからもう試食箱のコーナーみたいな感じですもんね。どんどん送ってください。そうですか、わかりました。はい、本日の放送もありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。来週、バイバイ。アディオス、チャオ、ヘイ、トゥース。